皆さんこんにちは、川崎ブレイブサンダース熊谷直哉です。藤井優馬です。今日はラゾーナ川崎プラザさんに遊びに来ました。2人で、お買い物ができるということで、たくさんいろんなものをお買い物したいと思います。さっきの出陣式で、まあ、優勝されたチームのご褒美として、お二人に、ご買い物していただくという企画なんですけど、本日一応この金額の中で、はい、チーム名7人いらっしゃると思うんですけど、お二人が代表して、はい、お買い物していただくという形でございます。はい、はいはい、10万円分ありがとうございます。ありがとうございます。これでたくさんいいもの買いたいと思います。いくぞ。じゃあまず1店舗目はビッグカメラさんで、はい、お買い物していきたいと思います。はい、行きましょう。よし、ちゃんと消毒して、さあ行きましょう、ね、ラゾーナ川崎店は広いんでね。じゃあまず1階に降りますか。下に降りて、下から上がっていきましょう。これ長谷川さん欲しいって言ってましたもんね。うん、これだよ、マリオパーティーの新しいやつみたいな言ってたから、はい、長谷川さんにこれいいんじゃん、マリオパーティー。これ買いますか。買いましょう。オンラインでもできるんだったよ今。おー、すごい。家族や友達と遊べるマリオパーティースーパースターズ、これを長谷川さんに。ご説明見つけちゃったんですよ。見つけちゃった。これあれですよね、最近の一番新しいやつですよね。はいはい、あ、一番新しく出たマリオパーティーの。これ6000円ぐらいなんで、まだ長谷川選手、長谷川さんまだいけるな。まだいけるんでね、もう一つね、子供にベイブレード。ベイブレードベイブレードってどこにベイブレードどこにこちらです。おえ、こちらになります。あ、いっぱいあるな。ええ、結構種類多く多いですね。すごい。やりました、ベイブレード。やったよ、ゴーシュー、うん、ドラグーンでしょ。あ、そうこういうの持ってて、こういうのに戦いました。あ、持ってた。え、懐かしい。どれがいいんだ。いや、どれがいいんですかね。スターターのセットとして、はい、この一番右のタイプだと、はい、もうコマが一つだけしか入ってない。これしか入ってないってことですね。ただこっちの左二つに関してはコマも二つ、はい、でコマ回していただくランチャーと呼ばれる、引いていただくものを手元でゴーシュンってしていただくやつも、それぞれ二つずつ入ってるので、はい、これさえ買っていただければすぐお二人で対戦できますよ。なるほど。じゃあ長谷川さんにプラスベイブレードをプレゼント買います。それでございます。これだ、でっか。え、ケンさんこれだ。アシスタントコーチのケンさん、最近あのお子さんがお生まれになったそうで、こちらの赤ちゃんの、これは何をするの。寝転がって遊ぶんじゃないですか。おお、じゃあアシスタントコーチのケンさんには、はい、こちらの熊野プーさん手遊びいっぱいおうちに変身ジムを買いたいと思います。はい、じゃあ次はパブロの、はい、なんだっけ、モニター欲しいで言うなしょ。モニターどれだろう、どれがいいんだろう。これまた大変よ、これ。あ、でもこういうのでいいんじゃないですか、小型の。これでこう21インチ。これじゃあ小さいですかね。どうなんだろう。モニターがゲームとかやられる方向けのゲーミング用モニターと呼ばれるもの。なるほど。え、ゲームするあいつ。いや、ゲームしないと思います。多分なんか見る用なんじゃないですか、どちらかといえば。これえ、これ23で、これどうですか。同じ60です。あっちも60です。本当だ。お、いいんじゃない、これ。これにしますか。うん、23.8 インチのこちらのモニターにします。はい、アップル製品がね、欲しいんですよね。何が欲しいの、アップルの。アップルの昔、AirPods を選択して使えなくしてしまったので、うん、まあ、AirPods も欲しい。これが今、一番新しいやつですか。俺これ持ってるよ。え、プロ。これめっちゃいいよ。俺ちなみにこれ持ってたんですよ。これ持ってたけど、選択して片方耳使えなくなって、あと充電もできなくなったから、これいいっすね。これが一番、うん、もちろんお値段もあれやし、
いや、もし機能も抜群。でもこれじゃないですか、うん、これが使える。これあの何それ、アップルストアの1万円のカードなんですけど、これ使ったら、うん、一応予算ギリギリ買えるんじゃないかな。確かに確かに。ちょっと分かんないな。分かんないから保留だな。保留、とりあえず保留ですね。ビッグカメラさんから離れて、お洋服をね、お洋服をちょっと見てみましょう。ファッション系のお店に、はい、ファッションのお店にちょっと行きましょう。行きましょう。はい、次はこちらのお店になります。ビューティー&ユースユナイテッドアローズさんになります。おしゃれなお店です。おしゃれですね。こんなジャージで来てる僕らを申し訳ないですね。おしゃれにしてもらいましょう、はい、気を使ってるのは流星さんですね。でもなんかおしゃれってあれですもんね、その自分が好きな服ってもうおしゃれですもんね。自分がおしゃれと思ったらおしゃれやから、だから全員おしゃれっす。全員おしゃれ、はい、では入っていきましょう。皆さんのサイズはそうですね、主に 2XL なんで、くまさんのサイズなんで、僕個人的にくまさんこういうの似合うかなと思うんですけど、どうですか。俺ハットとかあんまかぶったことないの。こういうのどうですか、かぶってみていいですか。ぜひ。あんまハットとかかぶったことないんだよね。笑ってるやん。いそうですよ、いそう。いる？これいるって。いや違う、入ってないんだよ、ちゃんと。ここほら、潰れるんだよ。こちらはですね、見てください。あ、出た、カナダグースですね。カナダグース。もうこれ1点で予算オーバーですよ、ちなみに。どうですか、これ。良くないですか。いや、これね、これからね、寒くなるしね。そう、これから寒くなるし。じゃあ、これいきますか、これ。これ買いますか。カナダグースですよ、いや、でも欲しいんでしょ。あ、欲しいですね。カナダグース。いや、いいと思うよ。あ、じゃあお値段ドン113,300円。これもう無理よ、これ。え、無理よ。じゃあこれ買ったらもうあれだよ、もうあのみんなで着るよ、これ。みんなで。それはだってみんなのための今日は7人分のお買い物なんで。そうですね。月曜日はユーマとかなるよ。それダメだ。ダメでしょ。それダメ。だからこれは諦めてください。手袋あんまつけないね。絶対俺のサイズはないだろうけど。もう無理っすね。だって人差し指のとこに小指だもん。だって俺の、はい、そうっすね。だって小指のとこだって親指だよ。ちょっと無理ですね、これ。小指だって入んないもん。確かにな。でかいやつは私生活困るんだよ。そういうことか。じゃあ店員さんがカーディガン。カーディガン。ああ、お前好きなやつや。好きだけどな。好きなやつや、お前。好きだけど。ほら、いや、めっちゃいいけど。うん。でもなんかこれだったらちゃんとあの下も着なきゃいけないじゃないですか。じゃあ下も見繕ってもらう。違う。俺言ってんのこういうの、うん、中気にせず。そうだね、これ取れば脱ぎやすいし。あ、そうこういうの俺の元のやつなんて。ちょっととりあえず別店舗行きますか、先に。一旦保留にして、はい、次はこちらのユニディさんに来ました。はい、こちらでは、J のスタンディングデスクと僕の観葉植物を見たいと思います。はい、では行きましょう。あ、ここなんですね、デスク、はい、これとかじゃないですか。え、電動？電動ですよ、電動。すごいね、これ。でもこれ行っちゃうともうあれだよ、もうオーバーですね、要素。これは？これもデスク。あ、でもこれとか昇降デスク。あ、もしこれ J とかいいかもしれないね。はい、これは電動じゃないらしいです。ちょうどいい高さに変えられるテーブル。ああ、そういうこと。あ、じゃあ最初の時点でセッティング。はい。最近ちょっと観葉植物始めてちょっとハマりつつあるんですよ。めっちゃあるやん、これ。全部ここら辺もすごいよ。これ多分ハーブとかじゃん。わ、すごいぞここ、すごいぞここ。これ全然予算ない、5000円マジ。これ買っちゃう。これは幸福の木ってやつですか。これ、そう、別名幸福の木と呼ばれてるやつ。これ持ってたら金どんどん貯まっていくかな。ベンジャミラ。嘘だよ、だから馬券も大当たり。馬券ももう万馬券に変わるよ。おー、すごいな。今日は何にするんですか。どうしよっかな。迷っております、真剣に迷っております。いや、マジで迷ってるよ。じゃあ俺適当に散歩してるんで決めといてください。
一つこれにします。これ500円です。フォトスとこの8にします。藤井何してんだよ。ようやく決まったみたいで。じゃあ俺先に戻っていきますわ。え